新しいな。お、あ、なんだあれ。なんだ、いや、山鳥とかそういうやつじゃないかな。うずらよりもちょっと大柄で、顔の下半分と喉元あたりまでが赤い。終わった。後で調べよう。あ、うずら見といてた。確か、何だったっけ、名前は聞いたことあるんだけど姿形を全然知らなかった鳥の名前。ダメ、思い出せない。そこにもなんか建物がある。あ、イノシシよけの柵。注意、イノシシの罠。注意、イノシシ罠かけてあります。怖いな、どこにあるんだあれ。まだ来ますね。ヤボさんは行ってるのかな。イケメンだ、映ってる。なんか繋がり始めた。アーツさんはヤビツ登ってるみたい。お、ヤビツ。へぇ、自走だろうな。絶対自走だろうな。エリアだけど電波がない。アンテナは道沿いに立ててよ。梅、もともと日本には山桜が多かった。山桜は自力で繁殖できるらしいですね。一瞬だけ来たな。
残り13分だからもしかしたら延長間に合うかもしれない。まあでも焦らずに行こう。暑い。やっぱ登ってると暑い。ログアウトしました。再接続を開始します。涼しい。
長間に合わんかな。よいしょ。お茶、休憩。うわ、なんか天気悪そうに見えるな。降らないはずなのに予報では。もう少し。
また暑くなってきた。あっち行ってもう一回あそこから右曲がったら峠か。さっきここまでか。ってことはあっちはどこだっけ。南伊豆町か。南伊豆町だ、当たった。そもそも南伊豆町って名前の町があったかどうか定かじゃなかったのでちょっと嬉しい。ふう。下ると途端に寒くなるな、これは。ウィンドブレーカー気づいてみよう。
再接続に成功しました。あれ来た。まあでも一応エリア地図内に入ってからしよう。ダメだ、この暗がりで写真は、曇ってるなぁ、おかしい。お寺はどこなんだっけ。書いてないな、こっちは。念したらまだまだ先だな。あとやっぱちょっと少し寒い。PC の負荷少しでも下げて、もう一日大丈夫かな。実は昨日の夜 PC と拡張バッテリー1個分丸々つけっぱなしにして寝てしまって、拡張バッテリーの1個がフルなのと、あと今日朝ごはんから、出発準備してる1時間の間、もう1個の拡張バッテリーと PC 充電しただけなんで、丸1日持たないかもしれない。あ、やっぱ羽織るだけじゃダメだ、ウィンドブレーカーの前閉めないと。
ログアウトしました。再接続を開始します。あ、そうだ。倒してから GoPro がちゃんと動いてるかとか一回も確認してなかったな。動いてはいる。レンズ割れたりしないようなあれで。うん、汚れてもいない。花粉ついてるな。でもやっぱり今走ってる分にはくしゃみも出ないし鼻水も垂れてこない。なんだろうなこれ。立ち止まるとなぜか目が痒くなって鼻水が出てくる。民家見えてきた。おっと、この辺りかな、お寺さんがあるのは。ジャイス峠の道としての面白さというか、あののどかさはここからが一番いいので。ここからまた放送しよう。つながってるな。おお、これか。お堂が新しいな。よし。石垣がいいな。
よっと。まずは通常枠で枠が取れたよ。こんにちは。キャーロボさん。速度はどうかな、これで。和骨？接続はできて、上りスピード150、190、ああ、上がった。300、400、300。OK。電波復活しました。白ボさん、お帰り。戻りました。この辺りから電波あるはず。で、今はかなりいいですね、電波状況は。このお寺か、神社かがあるところで。わこ、映像音声来た。大丈夫ですよね。ロボさん来た。キャーロボさん。峠から下ってきました。さすがに下りはウィンドブレーカーいりますね。でも、指出しグローブで超大丈夫です。で、蛇石峠の道としては、ここからが一番私は綺麗だと思っているところです。菜の花とかが今咲いてるんじゃないかな、また。峠から下ってきて、民家のとこまで降りてきたあたりです、ちょうど。いらっしゃいませ。なんか石垣とかが割と棚田なのかな、あれは。田んぼとか石垣が多いイメージがあります、ここから先。でも割と家多いな。今ここは復活せず。あ、そうか、今ここ出しのします。今ここはこれから。ジャイシグシ、確かジャイシもっと下だよな。リポビタンがいっぱいある。ちょっと今ここ出しますね。桜見えた。桜、あれか。今日これから、今から行くところは桜満開だと聞いたので、そこでお見せしようと思います。で、今ここアプリを止めて復活しました。オン。これで数秒後には私の場所が丸分かりです。珍しい自販機、ロボビタンD。そう、リボビタンのみ。あ、ユンケルもあるのか。ユンケルないな。リボビタン D スーパー 2000mg、 リボビタン D ダブル、チオビタドリンクアイビタス、リボビタン D チオビタドリンク、アスパラドリンク2エスカップ。すごいな。餅は無事入手しましたか。餅、あ、食べました。今日今朝食べてきました。美味しかったです。チオビタ、なんかあそこの桜餅はですね、甘い、ソルティア、甘いだけじゃなくて、なんていうのかな、旨味っていう、昆布とかの旨味とも違うんですけど、なんか美味しかったですね。まあサイズが多少上品ではあったけれども、あれは美味しかった。お、いらっしゃいませ。おお、咲いてる咲いてる。全種類制覇したりしたら、おー、綺麗で。ここは伊勢海老なんですよね。伊勢海老300円以下のドリンク飲んでも効いた気がしない。効いた気が、値段なのか、まあね、でも値段なのかもしれない。わらわら、なんか伊勢海老祭りっていうのやるみたいですよ。何月だったか、あれは松崎の方 のイベント一覧に書いてあったかな。伊勢海老祭り。伊勢海老はロタ、ルール無視。ルール。ジャイシどこだったっけな。
あれ待ってよ、ジャイシーはさっきジャイシー口って書いてあった。伊勢美容所、山の中みたいに見えますからね。あれジャイシーってどこだったっけ。あ、亀石じゃなくてジャイシーってのがあるんですよ。山の中、まあ海がすぐ近くなんで、ジャイシー、シャイシーじゃない。初見、じゃあ初見さんいらっしゃいませ。旅行期間は今日まで。ちょっと待ってください。じゃあ、あ、出た。あれもう取りすぎてるな。ちょっと待った。あれ、この上だったっけ。再起動しました。ちょっと登り返す。あれどこだったっけ。水仙と菜の花が、うん、あ、そうですね、水仙もかなり咲いてますね。あれジャイシどこだったっけ。なんか道端にあったような気がするんだけど。ジャイコのお兄さん、ジャイシっていうのはあのこういう川のですね、横の方からなんか岩がニュッと突き出してるのがあって、それが蛇なんだそうです。番組始まった時くらいがジャイシ、うん、始まった。ああそうそう、あのお寺のさんのすぐ近くみたいですね。みたいですねってか、前来たのにな。靴下乾いた。どこだったっけ。靴下乾いた乾いた。昨日あの宿に着く頃にはもう大体乾いてました。伊勢海老のどこか。伊勢海老のさらに上。蛇飛び出し注意。もう間もなく雨降りそうな空模様。空模様がなんか悪く見えるんですよね。予報だと降らないんだけどな。第39くらい。どこだっけ、左手側だったっけ、ここから今この向きから見て。なんか納屋みたいなところの横を少し歩いてったところにあったような。曲がってきたら、そうそう、車は運転ミスったらそうなりますよね。私はそれで自分がそうやってしまったらとか思うと怖くて乗れないという以前に、そもそも車運転慣れてない。うん、右でしたっけ。どこだっけ、どこだっけ。ジャイシー、サムアップ、サムアップ。見えました今、サムアップ。そう、月出た石です。お、愛読者さんいらっしゃいます。あれこの辺だよな。さっきのバイクの人、挨拶してくれたね。そう、挨拶してくれましたね。ちょい待ち。あ、おはようございます。おはようございます。教習所。どんてんですね。じゃあ、し。お、取りすぎてるな。橋渡る？橋。やっと。橋どこありましたっけ？橋？橋？サムアップって日本人の挨拶とはちょっと違う。ちょっと違う。まあまあまあ。ここでもないよな。こんな感じじゃないよな。さっきのあの橋？いや、あの橋渡ったっけ？覚えがないな。確かこの、もっと上だっけ？ああ、いや、なくなってないと思う。そもそもその地形にたどり着いてない。そう、蛇の石を探してます。蛇石、ジャイ石。どこだったっけ。ロボようございます。おはようございます。今日寒いですね。今日はですね、朝の方がさっきの方が暖かく感じだな。今峠から下ってきて少し寒いです。まあ寒いって言っても相対的にであって、あ、ここか。さっき目の前通り過ぎてるな。ここか。短パン大丈夫じゃい？短パン超大丈夫です。山のすすめ見てますか？山の、あ、見てないです。探してるんですね。これか。すっかり忘れてたな。
さて、ジャイシはどこにあるでしょうか。皆さんわかります？ジャイシ、どれがジャイシか。やった。咲いてるよ。あ、咲いてますね。その月出たもの。それ、これこれこれ。これこれ。少年。こいつです。あ、なんか横に小蛇みたいなのもいるな。靴下飛ばそう。靴下飛ばそう。これがこれがジャイシです。これなんかずっと向こうまで岩がつながってるとかいう噂を聞いたことあるんですけど、本当なんですかね。掘ってみないと分かんないんじゃないか、それは。そう、これがジャイシ。よく見たら口があるんですよね。自然のものだと思いますよ、おそらく。あ、でもなんか削ってあるようにもちょっと見えるけど、どうなんだろう。ご利益、あ、どうなんでしょうか。ジャイシ、ジャイシ。そう、そこで切れてる可能性も十分ありますよね。セメント上の方の石垣がなんか覆いかぶさっちゃってるのがあれですよね。生活排水用の土管じゃないの。土管じゃないです。ジャイシ、横の看板に書いてある。看板に、やっと。でもまた水没します。私が、しまった。これジャイシじゃなくてヘビースなのか。峠はジャイシで、これはヘビースと、ヘビースなのか。かつてあやめ村と呼ばれたこの地にはヘビー氏にまつわる伝説が数多く残されています。その一つにこんな言い伝えが。ここから 2.4 キロ離れた大池に人々を困らせる大蛇が住んでいました。大蛇が青野川に水を飲みに来た際に白白竜大権現により石にされたそうです。あ、これ水飲みに来たところやられたんだ。アンブッシュかけられて。いる看板に。なるほど。このヘビはマスカ、あの罠にかかったんですね。金の針で直そう。金の針で。なるほど。このヘビ石の尾は大池まで続いているとも言われております。 2.4 キロ離れた大池までやっぱり続いているって書いてありますね。そうそう、これ読んだんだったかな前。でも峠は確かジャイシで良かったと思うんですけどね、読み方。そう、あの棒みたいなやつ。脳が来て、脳が来て。さっきこのゴミ置き場があるのをちらっと見ただけで、この先にあったなんて全然覚えてなかったな。皆さん、これが目印ですよ、ヘビ石の。子宝ではないんじゃないですかね、ヘビ。大したことなかった。ひで、私がこんなに今一生懸命探したのに、探したっていうか見落としてただけだな。これは分かるんだ。よし、岩な、この辺り、あいて、あいて、今ちょっと筋が変な風に筋が違えた。変則で。で、この辺りは鮎のおとりの釣りが盛んでしたよ。こっちの方は分かんないけど、少なくともあっちの方は、あっちの方。まあまあ、石垣、そう、その伝説があるヘビ石に、なんであれ石垣がかぶさって作られてるんだろうな。割と軽んじられてますよね、あれ。ヘビ石さんは、まあでもやっつけられた後っていうわけだから、敬うわけじゃないんだよな、あれ。夏はホタルがいそう。さあ、どこかでコーヒー飲もうよ。コーヒーか。ああ、水確保してないですよね、まだ。というのと、あとこの後あの昼飯食いに行きます。納得いきません。納得いきませんか。申し訳ない。でもあれがヘビ石です。水きれいなのかな、この辺。水はなんか、川底はそんなにすごく綺麗というふうには見えないんですけど、水自体はどうなんですかね。石が転がされてる感じだ。あ、でもあれですよ、昨日あの BB ロードってあの宿のご飯は湧き水だっけ、井戸水だっけ、なんかあの地元の水で炊いてあって、あの私はその水の違いでご飯の味っていうところまで分からなかったですけど、ご飯自体美味しかったですね。大きな釜で炊いてるっていうのもあるそうです。ちょっと焦げてたのがすごく美味しかった。そう、晩ご飯は本当美味しかったですよ。で、これは素直にこっちの下りでいいんだよな。お、ロードバイク乗り。私はクロスバイク乗りです。どうもロードバイク乗りさん、クロスバイク乗りです。うん、高い山、あ、いやでもそこそこじゃないですかね。1000メートル級ありましたよね、伊豆半島。迷わいで、もうちょっとなんか田んぼらしさもなかったっけ。うん、今日も霞んでますね。
空気がさっきから少し冷たいな。あら、いや、ではないと思いますよ。普通にあの炊飯器みたいなやつだけど、でかいやつで炊いてあります。あと私はご飯はあの柔らかいご飯よりもパラパラしたご飯の方が好きです。今日は雨降りそうなので朝早くに切り上げて帰りました、うん、切り上げて、予報じゃ降らないから、降らないに違いないですよ。今日は降ってもらっちゃ困る。今日のバッグ防水バッグじゃないし。自転車走りやすそうな旅ですね。自転車、あのこのジャイシ峠の道はかなり走りやすいと思います。シンガールのが好きなの。トップシン、あ、いや、シンバではなくていいです。ご飯の方が美味しいですよね。うん、私固めが好きなんですよね。あの一日置いたご飯なんか、あの表面が白くなって、なんていうんですかね、あの表面がツルツルしてなくて、摩擦が大きくなったような感じのご飯、あのご飯が私甘みがすごく感じられて美味しいと思うんですよね。アップダウン、あ、いや、アップダウンはここまでに結構ありました。さっきあの300ちょいのやつを、あの運慶このスライム野郎、さっきあの300メートル級の峠を越えてきました。なかなかに母言いました。月の塔はもう終わりかな。1993年の冷夏でタイ米食った、うん、あ、タイ米も一時期食べましたよね。タイ米とかチャーハンとかに向いてるんでしたっけ。タラの芽があるな。タラの芽は時期的にはもう今ですかね、3月か。タラの芽とかフキノトウとか、これ田んぼだったところはもう松崎港、そうです。タイ米は炊いたけど、うん、捨てた。捨てるのはなんかもったいないな。うん。そうそう、あの日本人の観点から見ると日本の普段食べてる米の方が上っていうふうに見ちゃうんですけど、単に向き不向きであって、あと好みであって。日本米。いらっしゃいませ。日本米っていうとなんか日本アメリカって感じですね。あれ、焼き飯とチャーハンって違うんですか。定義の違いあるのか、あれ。雨に、あ、なんか焼いてる。おお、あ、パエリア。パエリアは日本語で言うと何なのかな、あれ。炒めるような感じかな、あれ。チャーハンと焼き飯はちょっと違うよ。ちょっと違う、どう違うんですかね。私の頭の中と同じものですよ。チャーハンと焼き飯。花粉が飛んでるのが見えました。見えました。目がいいな。え、焼き飯卵使わない、本当に。焼き飯卵使わないのか。魚介類で煮詰める感じですね。相模屋前煮詰めるか、なるほど。ピラフとチャーハンは違うよ。ピラフ、あ、確かにピラフは確かに違うイメージあるな。確かに2回行ってしまった、確かに。あ、そう、この道、この道、この辺り、この辺りの景色が一番好きです、私は。ジャイシ峠の道。一番好きな料理難しいですね。つきたての餅が別格っていうぐらいで。チキンライスとオムライスも違う。チキンライスとオムライスは、オムライス、あ、違う違う、チキンライスはオムライスの構成要素じゃないんですか。お腹空いたよ。チキンライスに卵がかぶさるとオムライスじゃないんですかね。あと最近オムライスはあの半熟のやつを上に乗っけて、なんかかぶせるというかかけるって感じのオムライスも結構多いですよね。なんでこの道、この景色見て分かりませんか、あなたに。あなたの心にこの道は響きませんか。まあ響かない人もいっぱいいるだろうな。この辺りの景色好きなんですよ。この棚田と細い道がくにゃくにゃあのずっと続いている様子が大好きで。得意な料理、得意な料理なんだろうな。下から見るとやっぱそうでもないな。やっぱり上から響かんか。そう、こういう道が大好きです。いっぱいあるわ。よろしいですね。見える山がいい感じ。素敵な景色。あ、向こうの方に見えるよ。菜の花綺麗。鳥の声が聞こえる。あ、まだ来るな。菜の花咲いてるのね。あ、来てない。うん、菜の花あそこ咲いてますね。盆地の景観がええねん。房総に菜の花一面の場所あるよね。房総に、あ、ありましたっけ。桜は合うね。
房総で菜の花ってどこだっけな。あと房総には大山千枚田っていう千枚田もありますね。この道は江戸時代から変わってなさそうな道だな。どうだろう。江戸時代この辺り人住んでたのかな。小足亭はですね、一旦あの下鴨の方にぐるっと回ってから小足亭行きます。小足亭あの場所知ってる人だったら人向けの説明ですけど、 Google で小足亭ってあのひらがなの小足亭で検索するとすぐ出ます。小足の野郎。寺がある地域は昔から、ただ小足亭は混んでる可能性が高いです。バイクの人たちで PM2.5、 すいません、 PM2.5 昨日から10回ぐらい聞いてるんですけど、わかんないです。 PM2.5 飛んでるかどうか目で見てもわかんないと思うんですけどね。霞んでるのは分かってもその原因がわからない。黄砂なのか PM2.5 なのか花粉なのか。花粉はサイズどのぐらいなのかな。 PM2.5 飛びまくってるよ。むしろ江戸時代とかの方が人が住んでる範囲が広がってて、どうですかね。今目の前に飛んでるよ。花粉より小さいんだよね。やっぱ花粉の方がでかいですよね、2.5 は。あ、花粉の方がでかいですよね、2.5 より。濃度。マスクで、まあ微粒子ですからね。微粒子で小さいから健康への害が大きいと言われてるらしいですよ。ウィキによれば、ウィキペディアによれば。強い。結びつくんですか？なんか納得いかないな。そもそも PM2.5 って粒子のサイズの話であって、それが何でできてるかっていうのはまた別なんじゃないですかね。さっき汗だいぶかきました。あのジャイシ峠越えるときに、2時半じゃないと 2.5 じゃないじゃないですか。いや、その細かい話はいいか。あで、この先下鴨ってとこ行って、そこ温泉地があるんですよ。今のは、コンバインとかトラクターとかどれかわかんないけど、その手のやつの音です。砂漠とかのあれですかね。タイヤ 32C って言って、マウンテンバイクから見ると細くて、クロスバイク、ロードバイクからすると太めのタイヤです。何が残って、いいペース、いや、そうでもないと思う。多分このまま、とりあえず下鴨のですね、あの川沿いに走っていって、そのあたりがあの桜が、お、生えてる生えてる。ほら、見えるかな。お昼は小足亭ってとこで鹿ステーキを食らう予定です。ここまで構成は見えるかな。美しい。ジャイシ峠は峠自体は切り通しなんですけど、さっきの下ってくる道が好きなんですよね。ついさっきあのどうですかこの景色って言ったら、そんなに反応良くなかった。延長はどうかな。そうそう、ジビエ、よくご存知でジビエ、野生肉というか野生動物の肉って意味ですかね、ジビエ。ファンビを食らう、まあ確かに私にしてはかな。まあ、あれまだ全然延長の時間じゃない。あれか、私はさっき一般枠で始めたから、途中で延長枠、あの予約枠に移行するべきでしたね。じゃあとりあえずこの枠は次枠まではあの一般枠でやって、その先少しは大人の味ですね。アダルトテイストですね。予約してその後別枠取れるんだっけ。私下田に住んでいますよ。あ、下田のに下田って呼んだ。下田の方ですね。これから行きます、夕方頃。広川もう少しですね。アダルトテイスト、大島が見えますよ。大島中に虫がいるのが衝撃的だった、うん、あれ虫います、あれ中に。あ、そうそう、イノシシ丼と鹿ステーキがあって、下仁田何度も言ってますけどね。で、鹿ステーキの方がうまいと昨日聞いたので、
BB ロードで。蜂の子が食べたいな。蜂の子か。蜂の子はパリパリしてますよね。パリパリ。つくしん坊、食べましょう。戸田と書いて下手なんです。復活してたロボ。下手ですね。下手だっけ。唐揚げ定食。このつくしん坊が。つくしん坊ってことは子供って意味があるんですよね。多分つくしん坊は。そうそう、エキノコックスの話も昨日あの宿でみんなで話して出てたんですよね。でもエキノコックスあれ 100% 防ごうと思うと、あの地面にそもそも触れなくなりますよね。川の水にも触れなくなる。だからあれってどのぐらい実害があるものなのか。つくしん坊、ありがとうございます。イベント米。帰りは電車です。宿みんなあのライダーで旅行し、あのツーリング好きな人たちばっかりなんですよ。まあそういう人が集まる宿っていうところが大きいんですけどね。あとやっぱりそのツーリングが趣味でああいう宿で泊まるって人はやっぱ30代より上ばっかりだな。ただあ、そうちょっとコメントすいません無視して、あのただしあの昨日3人ですね、大学卒業旅行に来た子たちがいました。子あのライダー子たちがいましたよ。ライダー子が、ライダー子違うな。っていうとあの女子大生とか女子高生と勘違いする人がいるんじゃないかな。違う、女子大生だ。卒業旅行で来た子たちがいましたよっていうと、いけてない系。便所は、ああそうか、台利用してないけど多分オシュレットだと思います。設備は新しいし、あの2001年にあそこ建てたらしいんですよ。だからまだ建物として新しいですね、あの宿は。大しましょうよ。なんでよ。子たち。そう、あの私の半分ぐらいの子供たちが、子供じゃないような、大学生卒業するんだから子供じゃないけども、年齢半分ぐらいの、半分くらいのライダーさんたちがいました。壊してるなんて女の子じゃないんです。あのあえて勘違いさせようと思ってぼかした言い方しようとしてみたんですけど、思ったより反応なかったな。あ、今なんて、すみません。サイクリング、あ、いや、あのバイクなんですけどね。子供じゃないですね。あ、タイの口にの寄生虫は聞いたことあるな。なんかあの甲虫っぽいやつでしたっけ。タイの口につくやつはなんかグロテスクな形してるんじゃなかったっけ。私は卒業旅行してないですね。旅行趣味とかもあの社会人になって自転車をママチャリからマウンテンバイクに買い替えてから初めてやったんで、それまではあの物理的に移動することなんて意味ないと思ってましたから。我々の精神は肉体の檻に閉じ込められているとか思ってましたから、ネットの世界であの精神を解放するとか思ってましたから、いや思ってなかったけれども。あ、マフィンいますね。宗谷岬で年越しとか正気じゃないと思う、自転車で。あ、サイクリングいらっしゃいませ。タイの絵で検索しないでね。タイの絵か。結構怖い形の虫でしたよね。嫁持ちが多いんだよ。嫁持ちが多い。精神の解放、笑。今の40代の人って卒業旅行に言葉なかったような気がする。確かあのニューロマンサーの中にそういう色のセリフ出てきますよね。全ては肉の欲求であって、あの精神とは関係ないっていう考え方。どこが性欲のない、それはあるんじゃないか。真田くん、あ、真田くんはあれですね、あの花粉症対策になるんだったら真田くんぐらい買ったっていい。あったよ卒業旅行、笑。卒業旅行、卒業写真は捨てたよ。卒業写真とかあったっけな、大学は。入浴から魂を解放する。そうそう、魂を。バナナ倍だだそうで。あ、かもかも、咲いてますね、あちこち。卒業旅行、真田高村、高村雪村か。かもかも、
なんか軽村広報みたいな咲いてますね。この先満開の場所があるらしいので、そこ見に行ってるところです。まだ空気冷たいな。冷たいとまではいかないんだろうけど、肌寒い。世代により偏った想像って怖いものあるな。偏った想像、なんだろう。まあでも世代差っていう、世代差で価値観が変わっていくっていうのはよくわかるんですよね。あのこの放送を見てる今の年齢層の人たちに言うと反発大きいんですけど、あの萌えっていう考え方に対しての反発っていうのは本当に私は世代差だと思うんですよね。私も反発はあるけど否定はしないように努めてます。っていうか多分ある程度慣れると気にならないよな。あとはそのエロ関係の、あの感覚っていうのも随分あの20エロの基準もどこまでが許されて、どこからはいくらなんでもあの露骨すぎるっていう考え方も随分ずれてきてますよね。萌え萌え君はよく知らない。何と相反して、何県、静岡県。あ、もう時間過ぎてるのか。Gギャップ、なんだろう、ジェネレーションギャップか。ああそうか、中国とかだと思想的なところもギャップすごいんだろうな本当に。じゃあ次役また普通に撮ります。でその後お疲れ様です。12時から予約枠にしたいな、覚えてれば。さて、この辺りかな。と、枠取りで、11時55分頃にタイマーかけとこう。11時50、微妙に前に4分にしとこう。よし、ちょっとお待ちください。出しちゃいませ。よっと。ワコツです。ジョリース。ジョリース。スタート。スピード、転送速度は、OK、上がった。じゃあ続きいきます。で、この枠途中からってもうあと7分ぐらい経ったら、予約枠を取るために一旦終わらせます。プレイ。あ、そうか、でも昼飯の時に、昼飯のタイミングで、どうしようかな。いらっしゃいませ。すいません。昼飯の時に中断することになったら、また一旦枠切ることになるな。本番は行くかな。しばらく一般枠で、昼飯の後予約枠に移行しようかな。どう。もう昼だね。昼になりますね、もうすぐ。あ、そういえば11時と11時半のなんかアナウンス、メロディーなかったですね、このあたりは。グルメ放送できればアウトドアクッキングしようね、アウトドアクッキング持ってきてるんですけどね。今水さえ確保できれば明太パスタと明太子パスタとあとコーヒー飲むことはできる。この旅行でまだ犬に吠えられていませんね。犬、昨日の宿直前に
吠えられたってのはあるんですけどね、あの仕事何やってるかはもうどういう種類の仕事やってるのかも秘密にしときます。めんどくさい。で、あの会社と絡みたくないので。気温高いからお湯沸きやすいでしょ。どこどこの会社員みたいな扱いされ始めるともう嫌なんで。だって会社、あの私が何かやったら会社に迷惑かかったりすることになるわけじゃないですか。そういうのが嫌でございます。トラックか。うん、貯金会社と何ということ。丸ごとバナナ巻く仕事ってあれ 手で巻いてんのか人間が。おお、すごいな。あれ佐藤ペイントさんの表にはペイント缶がいっぱい並んでる。ペイント缶っていうかペンキ。奥の貯金 SE です。それだけです。 SE か。花粉症は、あ、今日はなんか朝起きたらだいぶ鼻水出てたんですけど、走り始めたら大丈夫になりましたね。今なんか鼻水も出てないです。全然全然。いらっしゃいませ。まことすぐ、まっすぐ、ああ、こっから右行ったらあの小味店に一番近い道ですよね。あ、ちょっと道も良さそうだな。ただこの後下鴨の桜見に行くので。アドバルーンを監視する仕事この前してきたよ。あれ、ちょっと待ってよ。うん、そうそう、これ長賀なってとこに行く道ですよね。ちょっとぐるっと回っていきます。昨日、昨年の1年分の花粉が飛ぶらしいです。タイヤ32C です。これはそんな細く見えますかね。湿気はありますか。湿気ってことですかね。あの湿気かなり高そうな感じがしますよ今。また来た。花粉頑張りすぎや。わらわら。湿気ムンムンのホラーナと熱気ムンムンのジュリアナ。煙のように。でも実際花粉が積もったりするっていうのもありますよね。そう、私は目がしょぼしょぼ、もう走ってる間は大丈夫なんですよね。学校春休みっていつからなんですか。春休みって3月後半じゃなかったっけ。春休みってもうよく覚えてないんですけどね。春休みの期間を。棒ラーメン、それあなたの話ですか。さようか。マルタイですよね。今下りだから25ぐらい出てると思いますけどね。平地走るときは20ちょいぐらいしか出てないです。第19くらいにランクインしました。で今右手をサドルの後ろ、右手でサドルの後ろを掴んで体を横にする姿勢をとってます。ちょっと腰のあたりがこうすることであのリラックスするんですよね。リラックス、体を半分ひねってこの真横を見ることができるポーズ、ポーズというか体勢。ちちれ麺、いやそうではないですけどね。緩い下りなのかな。よっと、うん、今緩く下ってます。見せて。ちょっと難しすぎる。とにかく右手でサドルの後ろを掴むんですよ。で、あの体を右側に半分あの傾ける感じ、ねじる感じ。前車ともいいですよ、いいですよ。そのいいですよっていうのを言うために私はこの放送やってます。あなたたちもぜひ読されてください。で、暖かい日っていうのがですね、寒くはないんですけど、昨日に比べると曇ってるせいか、あの風を受けてると若干肌寒いですね。まっすぐな男でございます。不器用ですから。風は朝はひどかったんですけど今はそうでもないですね。うん、水分で。ああ、なるほど、なんかわかる。突き当たったらカーボン、あー、ちょっと私カーボンバイクはあのフルカーボンのやつ持ってないでわかんないんですね。これはあのフォークだけカーボンのやつで、多少は気にしてますけど、輪行の時にあのいつも私は輪行の時にフォークにキャリアを引っ掛けて持ち歩いてるんで、そのキャリアが当たるとこだけあの、なんだっけ、ドロップハンドル用のバーテープ巻いてますけどね、キャリアに。あ、そうそう、風邪、そうでしたね。ケットラブーン、素材の話ありますね。あのカーボンがいい悪いっていう話になるともうみんな自分が信じてることを絶対譲ろうとしないから、もうちょっと柔軟に考えようよ。カ
まあ、私みたいにあのどれとも言わずにあのコウモリ的な立場取ろうよ。花粉症、ああ昨日から花粉症っぽい症状出てます。今までそんなに発症したっていう意識なかったですけどね。ん、何が向かいに、うん、すいません。まあ逃げてるだけ。あの偏った意見っていうのは本当に怖いんですよ。それぐらいだったらもうどちらにも組みせず、あの常に疑ってるだけの状態維持した方が私はマシだと思ってそうしてます。本当に何か信じ込んでしまうというのは恐ろしいですよ。結構そのいろんなことでそう思い込んでたら実は違ってて、ものすごくショック受けるというのがあるんで。スカンジナビア、雨は降りそうな空に見えるんですけど降らないはずです。優柔かな、それなんか時間の問題のような。どうでも半信半疑、突破力か。何の話してんだ。トライ X、 布巻き、ああ面倒くさそうだな。やっぱりいい時間に小味亭ですね。ただそれだと混んでる可能性がありますね。多分ランチはあの小鹿亭じゃない小味亭ってとこに行って、ひらがなで小味亭で検索するとこの辺りで見つかります。で、あの小屋みたいなところで食べるみたいですね。小味しゃぶしゃぶか、高そう。金目しゃぶしゃぶなんかえらい高そうな感じが。スーパーでそれもできるんですけどね。ん、何の人とは。回転寿司か。あ、前下田で回転寿司行ったな。アーツさんに連れられていたことあるな。小味、あ、本当ですか。建物自体めちゃくちゃ古そうに見えますけどね。でそこはあの鹿ステーキとイノシシ丼だったっけ、イノシシなんとかやってますね。ん、何が太い。アーツさんの友達でございます。下田で海賊王に俺はならない。よっと、あ、これほど太いですね。しばらくこっち行くか。アーツさんのお母さん、私が会った時は超元気でしたね。お、金目のしゃぶしゃぶ、ね、そうそう、バンビの親を食べ、親というか育ったやつを、うん、キャリアつけてます。うわー、ちょっと首が回らないんですよ、ヘルメットだから。カメラが私の首を折る気か。あれ深海なんですかね。そう、メットマウントです。借金で首が回らない話か。あ、馬だ。馬でかいな。右に曲がれる。あ、タイガーの方がいいですかね。年齢で一時期本当に回らなかったのは、これあの GoPro で録画してるんですけどね、あの放送とは別に。馬、いろんな色の馬いますね。馬だって言っとろうが、馬。お馬さん、で、あの人はテンガロンハットかかぶってるのは。下田のホテルで日帰り入浴できるよ。日帰り入浴。確かこの辺りも下鴨温泉、温泉となりますよね。ちょっと入っていきたい気分でもあるんだけどな。今日は馬刺しか。馬刺し。馬刺し。あれ、満開、あ、でも満開だな。あそこの橋で、ま、渡りますかね。あそこの辺りが一番綺麗だ、桜。自転車で。そもそも あのフィールドだと走れない、私のタイヤだと。アイスクリーム。おっと、ハンガーノックか。昼ご飯ですね、そろそろ。ん？どれが？ちょっとあれ見に行こう、あそこの桜。うん、東大は行くつもりです。よっと、ふぅ。東大のあたりは結構歩くみたいですね。歩くみたいですねって、まあ一遍行ったことあるけど覚えてない。梅じゃない、梅ではない。歩道は段差が厳しいね。段差ありますよね。マウンテンバイクの差し付きだったら楽なんだけどな。今日は
船あるんでしたっけあそこ、遊覧船みたいな。おお、ここから見るとすごいですね。満開だ。うん、ほぼ満開ですよね。弘前でバーベキューもいいね。バーベキューですか。おお、桜並木。桜茶作ろう。もう咲いてるのか。河津桜ですね。桜茶、ああ、そういえばどこだったかな。東神奈川駅の 駅中の神戸屋さんの、神戸屋のパン屋で、あの大島の桜を使った桜あんパンとかなんとか言ってなかったかな、確か。つい数日前に。今桜餅食べてる。ロボさんも綺麗です。桜餅うまいですよね。私も綺麗で人、毎回それも同じ人か。桜んぼ。また私の精神を徐々に蝕んでいこうとしてますね。あの花がいいね。そんなことは本気で思わないっていうにしても、言われ続けるとだんだん心が蝕まれるかもしれない。その変な自尊心が。あっちもちょっと咲いてるかな。和むね。和むいいですよね。で、あの今河津桜ってあの河津の方も同じような状況らしいんですけど、あっちは人手がすごいんですよ。そう、私ってイケメンですよね。ああ、また蝕むようなこと言いやがって。大人の考えはやめてください。大人の考え、大人の考え、おう。PM は0時でいいんだっけ、これは。この川沿い、一歩前原橋に出ますね。前原橋ですか。で、途中で右に折れて、小橋でに行きます、小橋でに。これ小学校ですかね。昼なった、昼なった。お昼のチャイム。はい、今日の授業はここまで。ここまで。日曜だろう。給食の時間だ。給食の時間。給食当番早くして。さあお昼だよ。給食当番、そうそう。給食の時間と休み合わせて1時間なんでしたっけ。あ、日は出てきた、暖かい。自転車しなるんだけ、いつ取ったのか覚えてない。覚えてない。ここはクイカ役。見てて楽しい。あ、ありがとうございます。実にいいところじゃないか。加納交差点。はい、ロボくん号令かけて。号令。確かどっかにあの温泉のあの煙突っていうのかな。なんだありゃ。あっちの方にピンクの塊がある。あの辺りがあの桜観光の中心地なんですね。桜観光っていうのかな。あっちにすごいピンクの塊が見える。ん、あとなんかアナウンスしてる。なんだ。第16くらいにランクインしました。あ、なんかやってますね。ちょっと見ていこう。加納の湯ですか。加納の湯っていうとこなんですかね、ここの温泉は。なんだろう、あれオレンジ色に、オレンジ字に緑色の文字が書いてある上りが。桃さん復活。桃さん、そのあだ名はいらん。揚げパンは知らないけど、ソフト麺知ってます。モザイクになってる。今日画質悪い。え、画質悪い。嘘。なんで。画質悪くなった。え、なんで。津波か。通常配信でもならない限りそんな劇的に変わらないはずですけどね。おー、車多いな。加納の湯宿鍵屋、車来てますね。加納の湯、ゴビ砂漠の怖さがものすごく日本に来るらしいね。おー、すごい。モザになってるね。桜祭りやってるのか。桜祭りかな、これって。津波気をつけて。何の車が止まってるの。車、多分これ見るため。あそこのあたりなんか湯気が出てる建物があるな。なんでモザイク。転送速度が落ちたからって。ちょっと今一瞬逆走してしまいましたね。橋のこっち側に渡ろうとして。おお、ここ休日は外出するとはなく、それがものすごい溜まる。っていうか、こう暗いですね、逆光だから。こうすれば見えるか。あと、上り速度が落ちてる。上り速度で、低下中。これで見えますかね。GoPro の方はこれでも映ってないかな。あ、上がってきた。安定してきた。こうしてこのぐらいか。 GoPro これでも映ってないんだろうな、範囲が広いから。
った。うん、一句。ここはいい眺め。一句、桜咲く。シートして、酒買ってきましょう。わら、シートして、なんかあそこでやってるんで。いい景色だ。あ、あ、農業祭だ。第23回南部農業祭。なんか人だかりがしてるんで、ちょっと見てきますね。行く。今のアングルで、あのウェブカメラの方はちゃんと映りましたよね。って、すごい車。農業祭。何やってるんだ、これ。あ、ちょっと待って、ポタファイ持って。ポタファイ持って。もちもちこっち来て、こっち来て、おい、届かない、こっち来ない。すいません、ダメだ、取れない。おっと、あ、取った、よし、取った。押し出した、一個取った、とりあえず一個取った。白がもう一個欲しいな。一個取ったからなんか安心した。もし以外に押してきてるな。おっと、あの、もし以外のやつが君のか、もし以外のやつが、あ、一個どうぞどうぞどうぞ二個拾ってしまった。もし以外のあれなんだろうな。コメントもすごいな、今。でかいやつはなんかこっちまで来ないですね。あの、白いでかい袋のやつはなんだ、一体。スキービーした、スキービー。おお、びっくりした。気がついたら目の前まで今飛んできてた。カメラか顔面ぶつけるとこだった。餅じゃない、あの、大きめの袋のやつ何なんだろうな。あ、お菓子か。私は一人だからもう餅はいらんな。福餅、いや、岩用紙って書いてあるんだ、あれ。箱に岩用紙って書いてあります。あー、月日痛いな、今の。ちょっと、うお、怖い。いや、なんか結構みんないっぱい拾ってるな。私も3つ拾ったし。あの大きな袋何なんだろう。誰か持ってないかな、あれ。あ、やっぱりお菓子と袋菓子とお餅がセットになったやつだね。ジャイアも何も人から奪うわけにもいかないんだけどな。というわけで、餅、突然餅をゲットした。よし、月指結構後まで痛そうな感じです。よし、ゲットしましたよ、ゲット。あと、ちなみにさっき峠登ってくるときに、あの、野良でみかんの木があったんで、2個拾ってきました。よし、持ち。しかし、これどうやって食おう。なかなか面白かったですね。3つゲットしました。で、皆さんもそんな盛り上がります？これ。私が持ちでテンション上がるのはわかるけど。イベントとしては面白かったけど、こんな盛り上がるもんですかね、もちまち。すごいタイミングでしたね。
なの、これ農業祭ですね。だから人がたかってたの、これ餅が今からまかれるという状態だったからなんだ。うん、持って帰ってから食うかね、家に帰ってから。なかなか今の装備でフライパンなしで焼くのは厳しいから、何事かとですよね。あとは餅茹でてなんかつけて食うっていうのはあるかな。でもきな粉単体とかでは売ってないですよね、あんまり。待ってよ、餅茹でて何かコンビニで買えるものとかで合わせて食べられたらいいんじゃないかな。面白い、面白かったですね。とりあえず私最初の1個取るまでがかなり焦ってました。せめて1個取らないとと思って。前の人あれ何個取ってる？10個以上あの袋入ってるぞ餅。1人当たり相当割り当て量あるんですねこれ。あと餅まく人もそれなりに面白かったんだろうな。上から10人ぐらいでバンバンばらまいてましたからね。棒に刺してか、ああなるほど。焚き火みたいなやつだとそれでできますよね。パク入れていらんわ。おしるこ、あーおしるこ缶と一緒に煮るっていう手はあるか。でも後片付け大変そうだな、おしるこは。いやもう柔らかくないんです。さっき指家に当たって超痛かったです。あとさっき気がついたら目の前に飛んできててびっくりしました。傘逆にそれやったら貧縮ですね。それは大人気ない、大人げない。餅に踊りました、踊りました。餅はまだ硬い、まだというか硬い状態ですね。10時から嘘投げつけ90。餅人気ですね今のは。餅巻きコメント、あんこ、いや入ってないと思いますよこの硬さは。ポタファイ、ポタファイ大丈夫ですかね。ワッフル、モッフル、あモッフル焼き器あるんですけど、ね、家に。今からのそしてなんでよりによって餅巻きイベントがあるんだ農業祭で。嬉しいですけどね。ちょっとシャッター押す指が少しジンジンしてますまだ。多分新までの餅ですね。そしてこの辺りの桜見るとすごいな。桜綺麗に咲いてますね。綺麗に咲いてますね。年間ベスト2個の。あ、可能っていう地名書いてありますね。おお。そう、地元民のにまた餅を。前確か北海道の中川町というところでも。これはもっとこっち行けるな。そう、何事も。えらいタイミングでしたね。みかんは勝手に拾ってきました。拾ってきましたというか、もいできました。晴れて受信、12時、ああですかね。すごいタイミングでしたね。あんなとこでカヤックやってる、この川で。よく行けるな、そこでカヤックやってる人がいます。みかん返しに。私が取ったみかんもですね、人にぶつけたら怪我するんじゃないかってくらい硬いみかんです。この後指が、皮が剥けるのかどうかがちょっと気になってますね。ほらそこ、うん、濃いピンクですね。これ河津桜なんだそうです。おお。わらしべ長者、餅長者、餅から交換して。次の焼き餅は昨日食いましたよ、昨日。焼き餅は食ったよ、焼き餅は。あそこボートにいる。のどかです。てか確かにあの位置から写真撮ったらまたすごいだろうな。みかん泥棒です。あ、すいません。あ、温泉。あ、だから読み上げがでかいな結構。さっき風がある時とか山の中を利用してたんで、合わせてたんで周りに聞こえすぎ。そう、河津桜の方、河津と比べてこっちの方が人少ないっていう風に宿のオーナーさん言ってましたよ。大野川、おー、
絵になる被写体にもなってるな、あの人たち。人少ないなら穴場だね。あ、バズーカだ、バズーカ。このまま行くと小味亭から離れていきますよ。小味亭、いや、もうすぐ、もうすぐ右に曲がります。残り3分くらいです。あ、もうあと3分か。まあ、とりあえず小味亭まで一般枠で撮り続けながら行って、中で放送できそうな感じだったら予約枠も考えますかね。いや、に関係なく、とにかく。でも今日の読み上げ率少ない。読み上げ率1個も申し訳ないです。そのあたり私は意図してやってるわけじゃないんで、もうそれは私の都合次第。うん、この道はいいね。お花見客さんに行ってお酒もらいましょう。いいね、お酒、私はそもそも飲めないしな。あと飲んだら飲酒運転になって炎上、炎上。あの昨日、あのニコ生とかもよく知らない人もですね、とりあえず炎上って言葉は知ってました。あのニコ生で配信画面でなんかうかつなこと言ったら叩かれますよって言ったら、あ、炎上ですね、炎上って。炎上っていうキーワードだけ知ってんのか。ニコ生知らなくても炎上、カタカナでなんか炎上って感じがしますね。おー、すごい。炎上って言葉はテレビでも使われたからね。ああ、やっぱテレビ出るとかな。ニコ生の知名度もまだ知名度でも硫黄の匂いじゃないのこれ。芸能人がよく炎上、どっちかっていうと温泉まんじゅうとかの匂い。炎上なんていう専門用語を知っているとは。もくもく、炎上ってプロペラでしょ。ドランクの鈴木は炎上が知名だからな。わら、このまま年初の花見しちゃいました。わら、年初の花見。吉原炎上、そうそうそう、何を焼いているのだ。焼いてるんじゃん、これは湯が沸いてるわけですね。ゴエモンプロ、何これ。この辺り温泉地なんですよ、下鴨。何も買わずに帰るとか。炎上といえば芸人のブログだな。温泉です。ここにお金を一切使わずに持ちだけもらってきた。炎上、原発で炎上交際、炎上させてやる。炎上、炎上。あれ待ってよ、これ橋渡ると、橋を渡った後にどう行けばいい？そう、あ、次は取ります。こっから右に向かって行きゃいいんだよな。右に行って途中から国道離れて脇道に入るんだな。うん、右ですね。吉原炎上って映画でしたっけ、あれは。お疲れ様です。とりあえず小味亭に向かいます。温泉、そう、入りたいんですけどね。まだこの先走るから。炎上、炎上交際、炎上交際2回行ったな。炎上交際、わら、おつおつを、よっと、そんな交際やだな。お疲れ様です。愉快な、あ、ですかね。そっちの予報はよく知らないな。いよいよ小味亭、小味亭に向かいます。風がこ、今どっち向きだ、北風なのかな、西、北西の風か。まだ繋がってる。最近なんかロスタイム長いです。でも味は大味で、まあ鹿肉とかどうなんだろうな。マーガレットラインか。あ、マーガレットライン海沿いの方だからこの先ですかね。それともこの国道がもう今マーガレットラインなんだっけ。お味でお餅焼いてもらおうよ。お餅、お土産ですって言ってまず差し出して。マーガレットラインっていい響き。マーガレットは、あ、終わった。お、湯気出てる。甘い一袋、甘夏。
ませ。まだ行ってないけど、映像、音と映像行ってないけど、いらっしゃいませ。お、結構腹減ってきたな。いらっしゃいませ。よし、安定した。さて、小味店に向かいます。この辺も温泉が湧きまくってますね。いらっしゃいませ。電波はこの先もまだあるはず。温泉入りたいんですけどね。残りまだ残り走るのとの音だけかな。実は結構入りたいです。昼飯に行った人っていうのは、ん、あ、見てる人でって話かな。これが国道で、途中から右側に分かれる。出かけてください。タイムシフトで見ればいいじゃないですか。プレミアム会員になって月々500円払えばいいじゃないですか。お、いらっしゃいませ。タイムシフトはまあそうですね。25円遅延。あ、これか。双雲橋ラインって前走ったとこだ。名前ついてたんだ。これついてたというか、多分その時覚えてたな。前これ沿いに広崎まで走っていって、結構山の中の農道みたいなとこなんですよ。うん。で、その道がなんかアブだらけでですね、この夏にここ走ったら。でも今日はこっちには行かない。ぐるっと回り込んでから色崎行きます。荒川から戻ってきました。荒川から、お疲れ様です。関東全域ですかね、風強いのは。アブがですね、割と3月。私は今までは寒かったからというよりは、あの、行く先をどうしても思いつかなかったっていうのと、金曜土曜の夜に夜更かしして、とてもじゃないが出られる時間に起きられなかったとなりますね。風が、西風だ。あんたら、そう、ゲームばっかり。最近、あの、戦車ゲームのワールドオブタンクスっていうのが、お、なんか徐々にやらなくなりつつあるんですよね。なんか、なんかその、ある程度上達が、いろいろやれることが鈍ってくると、なかなかやる気にならなくなってきましたね。戦車ゲーム好きなんですけどね。普段は。まだゲーム、一生卒業しません、ゲームは。でも確かにゲームやらなくなってるんだよな。プレイステーション3は買ったけど、ゲームは4、5本ぐらいかな。しか持ってない。ハマっています。今度続きやりますね。第11話と12話。かなり嫌な答え。起動部隊。ゲーム。え？昨日の続き？うん。あ、生でありがとうございます。YouTube の方は GoPro 画質で、こっちはウェブカメラ画質です。ゲーム配信か、昔やってましたよ。プレステ4は何がどうなるんでしたっけ。プレステ4は何が違うのかわからない。川に、川に足、足湯じゃなくて、ああ、実装法で。私は中戦車しかやってないんですよね、ワールドオブタンクスは。値段が、なるほど。他には、他にはないんですか。乗りながらゲーム配信。乗りながら無理。温
戦車ゲームで言ってるのはオンラインゲームですね。できない。全部で30人ぐらいで、全世界の知らない人たちと集団になって2チームで戦車戦をするという。この辺りから右かな、右というか、国道は左に行って小橋では直進かな。リアル戦車ゲームの聖地を、回るっていうのは前やりましたけどね。私メタルマックスやってないんですよね。ゲームの中、いやあんまりわかんないですね。嵐的な行為やろうとしても自分が不利になるだけなんで。夜更かしで。これがニコ生です。弓ヶ浜は一応行こうと思ってます。確かルート上弓ヶ浜によるルート引いてるはず。サイクリングの何が、あれこっちの方全然細くないな道が。そう、鹿ステーキを食べようと思ってます。あなたの家には行きません、一生行きません、近づきもしねえ。第35くらいにランクインしました。自転車配信できない時期にゲーム配信してください。できない時期はこっち住んでると特にないんですよね。冬は峠に行けないだけで。ロボさん、オレンジ君。アンタッチも行かない。道綺麗ですね。ちょっと予想してたのと違う。あれはなんか勢いに任せてやっただけで。霞ヶ浦駐屯地は8級式でしたっけ、3式でしたっけ、が今現像するとこあるんですよね。8級式かな、霞ヶ浦駐屯地で。今そのアニメの効果で全然関係ない戦車プラモデルの出してるところが儲かってるらしいですね。儲かるまで行くのかかんないけど、こんにちは。戦車プラモが売れまくってるらしいですね。今からうまかっちゃんを食します。伊豆大島行くんですか？伊豆大島、過去に何回だっけ？タミヤとか？2回、いや3回か。2回かな、行ってますね、伊豆大島には。オスプレイもプラモ品切れみたいですよ。オスプレイも有名になったからな。昭和？昭和？立体塗装？デリシャスン。生。橋のことかな？どれのことかな？黒船電車っていうのがあるんですか？伊豆急でですかね？下田に着くのが5時くらいかな、もっと前に着くかな。ずっとなんかかなり曇ってるんですよ、なぜか。昨日のうちに西名峠行っといてよかった。この番組を BGM に戦車プラモ作ってますが、 BGM に微妙だな。やさしのことですね。いいですよね、やさし。電波怪しいかもしれない。何警察？私もオスプレイは大昔に話題になる前にプラモ買ってますからなって言ったって、形が面白いと思って。そもそものプラモ買ったのは組み立て用じゃなくて3次元モデル作ろうと思ってたんですよね。これ雨降るんじゃない？雨降らない、降ってたまるか。戦車対戦闘機って何ですか？一方的な感じがしますが。降らない降らない、大丈夫。カフェテラスチャチャマル、これは3
これか。なんかすごい。いや、当時大学生の頃は、確かあれ買ったの大学だよな。あのシャープの X68000 ってパソコンで 3D の、あ、もうすぐですね、 3D モデル作ったり動かしたりするのが趣味だったので。壊してどれだ、あれか、あそこか、確かあの赤い屋根のどっちかだ、ストリートビューの写真に見た感じでは。うん、え、ハイブリッド。そうです、指示が、あのその頃は趣味だったんですよ。そう、68で昔からすごいね。昔からというか当時だけですけどね、その後は特にやってないです。あのライトウェーブっていう10万以上する CG ソフトまで買ったけど使いこなせなかった。バイクの人来てるな。お客さん多そうだからやっぱ配信無理かな、これは。まあ。北条早雲に殺された人だよね。北条早雲誰？ワークステーションですな。そう、イエス、パーソナルワークステーション。私は X68000 プロでしたけどね。マンハッタンシェイプじゃないやつ。あ、写真で見た。あれですね、あのストリートビューで見たのに比べると。立派だな。もっとなんかボロチーかと思った。そこからいらっしゃいませ。アカデミーパックで。ちょっと中の様子見てきて。アカデミーじゃないパックで。だから社会人になってから買ったのかな、あれは。あ、そっか、東京で秋葉原で買ったから。そうだよな。ちょっとじゃあ中ちらっと見てきて。まあ多分ダメだと思うんですけど。いや、ちょっと見てきます。なんかあのテーブル2個とかそんなレベルなので、あ、電波良くないのか。電波全然いかないな。ん？ポタファイこっちでもないよな。あれ？変だ。チクチクする。ポタファイが。やっぱ弱いな。あ、でも上がってきた。混んでる。どうだどうだどうだ。あ、来た来た来た。第30くらいにランクインしました。うん、今ちょっと私のコメント行きましたかね。なんかテーブル2個とかすごい小さいんで、やっぱり放送諦めます。で、食事の様子はツイッターで写真アップするので、食事後にまた放送再開しますね。あ、ロモイの整体師さん、今日は伊豆に来てます。こっちは高いですよ、すごく。あ、また切れたので、
では食後に再開しますと、また倒れそう、また登り速度がいかねえ。食後に再開します。餅食べた？おった餅まだ達者で、行かないな。やっぱり動きが遅いとこで。お疲れ様です。では、また終了ボタン押せない。また水量ボタン押せない。アピール、もう一遍つなぎ直して、はよはよはよ、テンポ悪いな。繋がんねえ。早くご飯食べたい。ツールがおかしくなってる。来た。流れ、あれ手ぬぐいつか脱いでたっけ。冷房がなくても音だけは聞く。音だけ。じゃあよし、終了した。配信が終了しました。で、じゃあ GoPro もこれで一旦止めます。じゃあまた。